あのね、これ、僕は小学校のね、5年生の時、かな、うん、あの当時ね、熱を出しちゃって、うん、あの扁桃腺腫れたんですよ。はい、そしたらね、急性腎炎という、まあ、病気にかかっちゃって、あ、うん、それでそのまま即入院ですってことで入院しちゃったんですよ。うんうんうん、で当時小学生なんで、やっぱりうちのおふくろがこう、まあ、付き添いでいるわけなんですよ。うん、で、まあ、夜もこう泊まったりして、うん、でその、まあ、病室っていうのは、まあ、その時個室借りてて、うんで奥側窓側にまあ、僕が寝るベッドがあってね、うんでまあ、入り口側にこう風呂が寝る、まあ、付き添い用のベッドが置いてあっ てで、まあ、友達とかもこう結構、ね、お見舞いに来てくれるんだけど、うん、でそのお見舞いの中にアーハナの応援団っていう漫画、うんうんうん、それを持ってきてくれた、あ、青田、青田赤道。そうそうそう、クエクエクエ。うん。で、小学校の時ってあれ、結構ね、うん。エロネタじゃないですか、あれ。そうだね、そうだね、そうだね。うん。水で、うん。え、水で、ちゃうか。はい、すいません。すいません。で、その日の夜っていうのがね、うん、まあ雪はちらついてたんだけど、はいはい、結構月明かりがこう、明るい夜だったんですよ。うん、で、うちの袋もその窓をバーッと開けてて、うん、まあ光が入るってことでね。まあ消灯時間でも結構部屋の中は明るく、まあ見えてた、うん。で、その月明かりをこう頼りに、その花の応援団を読んでたんですよ、こっそり。こっそりね。うん。娘が寝てる時に。わかるわかる。うん。読んでると、うん、こう、影がね、上から下にこう横切る、上から下にこう流れるんですよ、ずーっと。で、あ、なんか上から落ちてきたのかなと思ったら下の方でバスッって言うんですよ。うん、で振り向いたんですよね、うん、窓側の方に、うん、で窓を背中にしてるから、うん、そしたらね白いものがねこうポンと落ちてくるんですよ、うん、で下に行けばバスッって、うん、なんか雪が割れてるような何かがこう割れたような、うんうん、であ、これね、屋根の上、誰か雪をね、かいてこう、落としてるんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、そういう、まあ、考えだったんだけど、うん、でも時間がもう10時とかね、もう暗いじゃないですか。さすがに子供だからね、そういう大人もいないだろうと思ったんですよ。う, んうん、うちの親父だってその屋根の上。そうだよね。うん。でもずーっと見てたんですよね。そしてやっぱり上からね、白いのがボーンと落ちてきて、わしでバスンって。うん、で、なんだろうと思って見てたら、人だっていうのが分かったの。うん。で、服装っていうのが普通の寝巻きでね、今みたいに入院したら、なんていうの、旅館で着るようなそういう入院服みたいなのが当たるじゃないですか。うん、まあ、それが当たらない時代で、もう各家庭から寝巻きをね、持ってくる時代だったんですよ。うん、で、白い、パジャマに、うん、なんかこう、ピンク色のこう模様が入ってんだけど、うん、それを着た女の人が落ちてくるんですよ。で、2回落ちていくんですよ、うん。で、2回目の時にね、僕顔見ちゃったんだね。うわ、で、それがね、なんていうの、歯を食いしばってるんじゃないけど、すごいなんか、苦痛な顔してて、うん、で目はね、がっちり開けるんですよ。で、下に落ちて、その時は、カーテン開けちゃったの？開けてあったの、ずっと。あ、で、それ見たもんだから、うん、まあ、その時はもう普通の人間だと思ってましたから、うん、もう震えてるんですよ、おっかなくなっちゃって。うん、人が落ちた。で、寝てるおふくろを起こそうとするんですけど、うん、もうやっぱりもうね、もう怖くて震えてるし、うん、声も出ないし、うん、もうどうしていいか分かんなくて、もう泣いちゃったんですよね。うん、ただそれでうちのおふくろが起きて、で、どうしたんだってなった。で、今あったこと全部話したんですよ。うん、そしたらカーテンをね、うん、全部さっと閉めちゃったの。うん、
いいから寝なさいって。でもいいから寝なさいってことで、で、それでうちのおふくろずっともう朝まで起きてたらしくて、あ、うん、で、それを後から聞いたんですけど、あのね、本当その、僕が入院する、本当ずっと前かな、10年とか20年とか、一人入院患者さんが、ちょっと気触れちゃって、屋上から飛び降りたんだって。で、その病棟というか、そのまあ病棟なんだけど、そこでね、やっぱり看護師さんとか見るらしいんですよ。落ちてくるのを、で、落ちてくるのを見て、その顔見るじゃないですか。必ず来るんですって。で、患者さんも見てるんですよ。で、その患者さんもこう顔見ちゃって、で、あっと思うんだけど、やっぱりその女の人が部屋まで来るんですって、病室まで。で、うちの袋なんでこれ知ってるかっていうと、うちの袋が元そこのね、看護婦だったんですよ。で、うちの袋が、その、落ち、本当にその人が落ちた時に、その病院にいたんですよ。あ、そうなんだ。うん。で、うちの袋は知ってるんだよ。いやで、それで、その、ね、見たら来るっていうのを聞いてるんで、うちの袋はもう朝まで起きてたって言ってました。よかったね、見なくて。見なくてってかね。怖くてよかったですよ。あ、一回見たのか。見ちゃった、顔。うん。うん。でも来なかったんだ。まあ、来なかったみたいですよ。お母さんが守ってくれた。よかったね。で、次の年、小学校6年生になって、またね、再発したんですよ、急接種。で、また入院することになって。あ、同じ病院？うん。その時はさすがにね、あの、大部屋に。あ、そういうことね、皆さんがいっぱいいる、大部屋に入院して、まあその時は何も見なかったですけど、はい、よかった。やっぱ降るんだ。それ 何回ぐらい降ったのかな。僕見たのはね、2回。でもその雪玉だって思ってた時はもうすでにその人が降ってるんだよね。でも自分にはその雪に見えてるんですよ。うん、こう上から雪が落ちてるっていう。